んな夜、化け物が人間を食おうと誘ってくるんだ。俺が盗賊だった頃、夜中突然コンパスが狂い出してよ。大丈夫、それは鉄の交渉の影響だ。ガッツはなんでそんなに大きい剣を使ってるの？重くて大変でしょう。ガキの頃から振ってたからな。子供にしちゃ体の大きさぐらいあるやつをよ。そうなんだ、俺には真似できないよ。偵察とか何か作ったりする方が俺向きかなって。私の務め果たしてみせる。気楽に行こうや。
緒に頑張ろうね。よミッドランド軍を蹴散らせ。危ない時を下がれ。動きしてるぜ、お前。やってくれているな。
全然及ばないや。
人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ、隊長やりゃいいんだろう。やりゃすごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか。一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい、隊長。精一杯頑張りますんで。ガッツ、みんな黙って飲んでてつまんないよ。ねえ、騒ごうよ、騒ごうよ。ああ、騒がねえよ。また女に振られたのか。うせえ、いつか貴族になりやがって、道歩いてるだけでマッパの女がコルカス様抱いてって寄ってくるんだ。それ怖くない？隊長、どうです？俺が仕立てたシャツの具合は。上々だ。着てねえみたいに動きやすい。お前器用だな。いい仕立て屋になれるぜ。隊長にそう言ってもらえるとものすごく自信がつきますよ。さて、美味しいとこもらおうかな。
やるっきゃねえよな。ねえ、聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。王様自らご出陣とは、ミッドランドもいよいよかね。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。それに鷹の段の名を売る好機でもある。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。いつもと大して変わらんさ。そうだな。ガッツは分かりやすくていい。先人、任せられるな。ああ、任せとけ。お前は牽制だけでいい。あとは本体がやる。分かってるって。黒執事徹夜に重装騎兵団の猛威凄まじく、我が軍の被害甚大。このままではここ本陣も危険かと。おらんのか。テューダーの黒い悪魔を倒す者は。ジャスミン！ミッドランド国王の首は黒執事徹夜に重装騎兵団が取る。攻め進め、踏みつぶせ。我ら黒執事徹夜に重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。なんたるざまだ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さあ、大暴れさせてもらうぞ。
たない。救援を。のものがいるなんて。鉄槍重装騎兵団相手に一気がけだと。飛んできやがれ。よかろう、踏み潰してくれるわ。隊列を乱すな。敵は鷹が一気だぞ。隊長、待ってください。早く追いつかないと、どやされちまう。
切り込み隊らしいとこお見せしやすぜ。白い鷹グリフィスが率いる傭兵団、戦場の死神どもだ。
負けたわけではない。この戦勝つぞ。やらなきゃやられる。が撤退していきます。バカな、傭兵団一つで戦局が逆転するなど。鷹の団これほどと。すごかったね、カツ。さすが鷹の団の切り込み隊長。さあ、祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かったな。俺一人で突っ走っちまって。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹の団全体を危険にさらすことだってありえるんだ。悪かったな、以後気をつける。いつもそうだ。そうやって口先だけ、そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔つき合わせて結構経つのに。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな、戦場を渡り歩いていたお前を鷹の団に入団させることをかけた果たし合い。あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。フィスが騎士の称号もらったんだって。連戦連勝、
鷹の段の功績が認められたってことだな。称号だけじゃねえ、子爵になったんだ。これでしがない傭兵家業とはおさらばだぜ。そうだ、これからは正規軍となる。今までのようなそやな行動は許されんぞ。平民を貴族にするとは、傭兵など戦がなければ野党と変わりはせんのに。だが奴らの働きは侮れん。先の戦では先陣を任されたらしいぞ。キャスカもあいつのことが気に食わねえんだろ。やるってなら俺が手を貸すぜ。グリフィスが決めたことだ。我々がとやかく言うことじゃない。なんでスカしやがって。ガッツ筋がいいな。ナイフ投げるのだいぶ上達したんじゃないか。教えるやつがいいからな。だがやっぱ性に合わねえ、こういう小さいことは。らしいな。だけど一寸先は闇ってのがこの商売だろ。万一のために覚えて損はないって。それにしてもでっけえ町だよな。一体どんだけの人が住んでんだよ。王都ウィンダム、ミッドランドの王様のいる城塞都市だからね。城壁も見事なもんだよな。何重にも行き渡って、こりゃ他国に攻められても絶対落ちやしないぜ。やるっきゃねえよな。敵城塞はほぼ制圧したよ。あとは本丸だけ。ガッツに任せておけば大丈夫だね。今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵陣にあのノスフェラトゥーゾットが加わっているってさ。ノスフェラトゥーゾット？誰だ？知らないの？傭兵の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で開けた首は何百何千とも言われてる。でもゾットが恐れられているのは強いからだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場で姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。ノスフェラトゥと言われるゆえんさ。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ話信じてるわけじゃねえだろうね、リッキルトちゃんよ。あいつそういうのを見るとやたら突っかかってくとこあるからな。
なんでもっと早く知らせなかった。それが誰かがこの奥にお宝があるなんて言うもんだから。その奥から次々と悲鳴が聞こえたんですが、様子を見に行った奴らも。もういい、俺が行く。隊長、誰もついてくるな。人たちかわしたな、小僧。なんだこのまといつくような威圧感は。最強だ。今まで俺が剣を交えたどんな奴よりもこいつは強い。10年一人もいなかったぞ。存在するはずがない。
いや、人間にしてはよくやったと言うべきか。だが容赦はせん。獣から逃げおおせてからにしろ。やられる。お前は左。行くぞ。ガッツ、一気に走り抜けるぞ。グレース。やめろ。そいつは俺のさらばだ、人間よ。これは覇王の卵。なぜここに真紅のベヘリットが。そうか、そういうからくりか。一つ忠告、いや予言してやろう。貴様がもしこの男にとって真の友と言える存在ならば、心しておくがいい。この男の野望がついえる時、貴
様に死が訪れる。決して逃れられぬ死が。大丈夫か？来るな！貴様のせいだ。グリフスがこんな目に遭ったのは貴様のせいだ！そういや、お前がいつも首から下げてるあれ、あの化け物、そいつを見たら飛んでっちまった。一体何なんだ？ベヘリット。昔、占い師のばあさんから手に入れたんだ。これを持つ者は、自分の血と肉を引き換えに、世界を手に入れる運命なんだって。世界をね。気色悪いな。脅かすなよ。いいだろう。お前のそういうとこ変わらねえんだな。変わらないよ、俺は。なぜだ？ん？たかだか部下の一人に過ぎない俺をなぜ助けに来た？理由なんてないよ。俺がお前のために体を張ることにいちいち理由が必要なのか？いや、俺は。怪我の方はもう良いのか？陛下。おい、ガッツ。貴様、王の御前でやる。無礼でやろう。まあ、良いって。面を上げよ。グリフィス卿、そなたの率いる鷹の団の働き、いつもながら見事であるぞ。恐れ入ります。陛下、新参者の一団長ごときにそのような。良いではないか。重臣たちの中に平民出身のその方らを快く思わぬ者がいるのは事実。しかし威信や格式などでは戦には勝てん。世はむしろ型にはまらぬそなたたちに大いに期待を寄せておる。ありがたきお言葉、感服いたします。あちらのご婦人は？ん？ああ、娘のシャルロットじゃ。いかめしい武人は好かぬと申して滅多に出たがらんのじゃ。あ、シャルロット、一人娘だからと少々甘やかしすぎたか。許せよ、グリフィス卿。さあ行くぞ、シャルロット。
大丈夫ですか？失礼。お気をつけください。貴様、姫様のお体に無礼であろう。およせ。失礼いたしました、ユリウス将軍閣下。わかればよい。さあ姫様、父上がお待ちですぞ。はい、おじ上様。黙って飲んでてもつまんないよ。もっと盛り上がってよ、ガッツってば。ガキがうるせえぞ。男には一人で飲みてえ時もあるんだよ。コルカス、口ではああ言ってるけど、みんなで騒ぎたいんだよ。ちちちち、こびいて。昨日潰れちまったのがまずったな。たく、最悪だぜ。ててててて。首は揉まない方がいい。かえって悪くするから。首が痛い方の腕を後ろに上げてみろよ。へえ、詳しいな。いろいろと器用なやつだぜ。さて、おいしいとこもらおうかな。稼げそうな戦場はどのあたりかなと。お、行こう。俺様に任せとけって。よし、行くぞ。前進する。俺の足引っ張んなよ。
の夜。進行を開始する。力みすぎるな。仲間は傷つけさせない。重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。こんなところで終われないよ。時を下がれ。出陣する。
今日はうまい酒が飲めそうだ。狩りはお嫌いですか？男の方ってどうして血を流すのが好きなのでしょう。戦も狩りも。まあ、姫様、ここを、こう。おい、そっちに行ったぞ。追い込め。大丈夫。お怪我はありませんか？どうなさいました？怖かったんです。とってもまだ心臓がドキドキいってます。私こんなに。少しは気が紛れたようですね。さあ、戻りましょう。みんな心配しています。グリフィス！グリフィス！ガッツ！と！グリフィス！泣くな、キャスカ。グリフィス。いや、大丈夫なのか？触るなよ。多分毒が塗ってある。じゃあなおさら。いや、こいつが盾になってくれたんだ。ハオの卵。すげえ、マジかよ。嘘だろ。そんなことあんのかよ。すげえ役。ありえねえよ。並大抵の運じゃない。奇跡だぜ。俺は部下どもを連れてその辺の茂みをさらってみる。グリフス、一応甲冑を脱いで、怪我してるかどうか。高くついたな、この毒を。Thank you.
かよ。ニコルの野郎、惚れた女と結婚するために戦場で功を立てるって息巻いてるってよ。たかが女のために。たかが女って笑えるほどオタクモテてたっけ。バカ野郎、俺はこのまま行きゃ貴族にもなれる男だぜ。そこら辺の女なんぞに構ってられねえんだよ。なんだリッケルト、鍛冶屋の仕事に興味があんのか。鍛冶屋っていうか、ものづくり、仕掛けのあるもの全般かな。クロスボウ使うのも好きだし、もっと複雑で役に立つもの作ってみたいなって。グリフィスはどこだ。話があんだが。グリフィスは大臣たちと謁見中だ。終わってからにしろ。グリフィスは貴族でミッドランド軍の騎士なんだ。お前みたいに剣振り回していればいいだけの人間じゃない。